未来への革命を導く、トレス・マリーゴールド、えー。今回ですね、えー、新木場大会、えー、お昼に12時から5月26日ですよね。まあ第2回大会になると思うんですけど、レッスンユニバースで、えー、ライブ配信で視聴させていただきました。もうね、最高。僕の中では、はその旗揚げ戦も、 もちろん盛り上がったんですけど、今回の新牙の大会も、まあ盛り上がりに盛り上がりまして、コメント欄でも盛り上がりましたし、一つ一つの試合も、もうたまらなかったですね。個人的にはめちゃくちゃ石川選手推しなんで、こう、アマレ選手との試合、第1試合ですね。まあそこのところ SNS での発信があり、えー、メインイベントの後で、 野崎選手に、石川というような、こう、名指しで、まあ言うたら、知った激励なのか、お前持って頑張れよっていう風に言われた後に、まあいい、お前そこにいろ、上がってくんなよって言われて、まあ石川選手としてはそれは上がりづらいですよ。あまあ本当は上がってほしいんですけどね。まあ、いろいろ大きい口叩いて、えー、2連敗で、で、試合負けた後の、 X でのコメントお、バックステージでのコメントも結構、心が折れてる感じであ、精神的なダメージが来てるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、あの中でね、上に上がる勇気っていうところはよっぽどだと思うんですけど、まあ、空気を読んだんでしょうね、石川選手としては。 あそこでサリーにめっちゃ怒られましたからね。おね。まあ、ゆずきはええよと。ああ、そんな中で、石川な、あんなんやつ、あまあ、石川とは言わなくて、僕最初、サリーがこうやって、 リングにも上がってこねえつもいるしな、ビビってるやつ興味ねえよって言った時に僕、ジュリアのこと言ってんのかなと思ったんですよ。ジュリアはリングに上がってないですよね。怪我してるし。だ多分ジュリアのところを見てて、ジュリアがリングにあの中に入って言わなかったから、だからさ、あのー、石川選手は中に上がってこなかったってところだと思うんですけど、まあそこはハリサリーが腹だったんでしょうね。だ僕はこの第一試合で、 石川選手とアマレー選手があった時に、これですね、旗揚げ戦の時も思ったんですけど、もっとドロドロいってほしいんですよ。ゴツゴツというか。なんかこの SNS でこう、石川選手が出したいことを、こう、石川選手ってすごくこう、テーマのあるレスラーになってると思うんですよね。他のレスラーってこう、まあ、エースを奪う。だったりとか、まあ、ジュリアだったらサリをやっつける。 歌見やったらボジラをぶん投げるだったりとか絵好きだったらエースになる未来もエースになるだったりとかそういうのがあってでアクトレスのレスラーはまず自分たちのいいところをみんなに見てもらうだったりとかいろんなこうテーマが,が結構わふわっとしてる中で石川選手ってもう全員ぶっ倒すみたいなまずアクトレス全員ぶっ倒す。 うん、でスターアダムのレストランブッダウスエースになるっていうこう応援しやすいスタンスというかそういう覚悟があったんですよね。だからじゃあリングの上に上がったらどうかってなんですよねだからそこのところだから今回はママレイ選手とのレスリングも結構一方的なところに試合流れ使ってて、まあ、最初こうあのダイビングドロップですかダイビングこう何て、ま、んて名前でしたかね。 ボディープレースで負けちゃって、もう、えー、って言いまししたからね。嘘でしょと思って。いやーだからねーなんかこうやっぱこう言葉で人を引きつけるってのはあると思うんですよいろんな形で SNS 今大事ですからお興味あるなと、えー、それであまりゴールの試合あると石川選手に目が離せないし石川選手の試合見たいなって形で思う。だから一番最初に、 石川直ってコールがありますよね。その時に石川まりかかってるぞっていうような声援があったんですよ。本当その通りだと思ってて、か見てる会場の人だって、まあ、いろんな推しありますよ。アマレー選手はすごくルックスもいいし、スター性があるんで、まあ、今後のスター候補ですよ。完全に、あの、青のミク選手しかり、後藤千佳選手しかり、アクトレスケアスクトレスの選手は。本当の本当に、こうやってマリーゴールドが、こう、 プレスの団体を引っ張っていくっていうところになると石川選手の雰囲気と桜井選手の雰囲気っていうのが必須になってくるんでやっぱそこがしっかりしていかないと見えすぎていくよねっていうのがやっぱファンもね見てる全員が思ってたとこなんだろうなっていうふうに思ってそれで1回で負けちゃって。で試合内容としてもこう 面白い試合ではあるんですけどこう求めてたというか1試合目2試合目て綺麗にレスリングしすぎ感がねなんかこう試合を作ろう作ろうとしてる感があってなんかもっとねもっとこう空気読まない感というかだから SNS でそうだっていうのはいいんですけど試合の中でそうやって、えー、空気読まない感というかあ貪欲なところが。 出ててまあ、それで負けるのは、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、本当勝ってほしかったですけどだからリングの中でこうガツガツするだったりとかやっぱ勝たないとマイクで喋れないですから,からそういうのがあったら最後野崎が「おお上がってくんなお前そこいろいいな」って言った時に空気まで中入って「ああ」っつってえ「シングルがおやるぞ」って「余裕で勝つわ」 見とけ震えて待ってとけよぐらいな感じのところまで持ってきてたのかなというふうに思うんでそういう意味では言葉でこう試合を引きつけてで来てもらってるお客さんプラスこうレッスンユニバースで視聴してる人たちの心を揺さぶるためにはやっぱりリングの上でどういう表現ができるかっていうことだと思うんですよね。 あそこのところも別に SNS と乖離があってもいいんですけど、お客さんが何を求めてるかってところに、やっぱ期待に応えるっていうところは結構大事だと思うし。そういう意味では、野崎選手が上がってくんなよって言った時に上がってこなくても僕はいいと思います。それはそれで、あの、お客さんとしては、無理やり上がって変な空気にされても困るなっていうのはあるし、それで、まあ今度、勝った時に、オラーっつって、サリ、サリ上がってこいとか言ってもいいですかね。そういう時に、ビビってんのかって逆に使えますからね。 おビビってんななあいいつみたいな石川選手が勝った時に物崎と今度やりますからでそれで急に「サリーっつって「あい!」つ来ねえなあいつビビってんなあいつ」っつってなんかビビってるやつ興味ねえって言ってる,ってるけど私のマイクに反応しねえってことあいつビビってんなみたいなあ,あんなやつが S 宣言かふざけんなよみたいなマリゴードのプロレスなめんなよみたいな感じで持っていってくれると盛り上がるそのためにやっぱ勝ちですよ勝ちです。 で今日今2時なんですけど、夜は松井選手とのシングルですよね。まあ負けられないですよ、もう。あの野崎選手と戦うまでは、もうタッグだろうが、なんだろう相手がボジラだろうが、なんだろうが、もう石川選手は負けちゃだめ。で、今の SNS での強気発言プラス、リングの上でガンガンいくっていうのをしてほしいな。そしたら、フォルス界全体が盛り上がるんで、マリーゴールドだけじゃなくてですよ。 このところがあればいいなっていうふうに思って、まあずっと石川選手の話してたんですけど、この2試合目のセイ,セイダー選手とスティール選手ですか、めちゃめちゃ面白くて、だからこの試合をしてほしかったんですよ。めっちゃ最初、あれって怪しかったんですよ。だけど、途中、場外の,のフェイスバスターぐらいから急に盛り上がって、2人でこう、すごく面白いレスリングしてて。 でそれあれ後楽園でシングルズやったらもっと盛り上がったんじゃねえかみたいな。でだから結構感情的なのもありながら技の見せ方もあってすごくこう綺麗に見せるじゃなくてお互いこう感情をぶつけ合うみたいなどっちの方が強いか証明するみたい。だからね石川選手とアマレ選手にああいう試合をしてほしい。なんて石川選手にああいう試合をしてほしいっていうのを。 ファンあとはもうスリーウェイじゃなかったっていうねいゆずき歌見ボジだからね完全にゆずきも歌多見も消えてまして「歌多見」が消えるんですよスーパーエースの MV プロレス大賞赤のベルトファイブスターグランプリもうスターダムの時にもうプロレス界を牛耳った歌多見が何もできずにもう,なもう何の印象も残せずに「ボジラ」に負けたっていうのがあって。 マイクマイクで,はマイクマイクでこうまあ言ってるんだけどちょっと日本語を覚えたらもっといいのかなみたいなまあわざわざこう日本語を覚えてなくてもちょっと12年したらもう WWAW ですかに行くようなスーパースターになるんだろうなっていう風に思うんでまあね「ボジラが誰が止めるのかなだからこれ 4way で「ボジラとかで面白いですかねあの1対3になるんであー誰がボジラを止めるのかだから今度両国でベルトありますよね。 ああそこね大バーとップロープルールじゃなかったらまあ膝をちょっと柚木が攻めたんでそこのところは巧妙があるのかなと思うんですけどねで第3試合、ね、それ第4ですね第4が、えー、塩崎夏美千秋選選手手とと青と松井ですよねまあこの試合がこうアクトレス勢でこう試合を作ってるんですけど展開も早いし、えー、試合の内容面白いし。 一人一人のののスキルの高さっていうのもあるしまあでもやっぱ青野選手強いっすねあのカーフキック <laughs> カーフキック千秋選出されましたけどあれは泣きますよねまだまだ青野選手余裕があるのかなっていうふうに思ったしあとはスタイルとクラッシュを受ける時はちゃんと顎を上げてこう受けるっていうのはしっかりとみんなやらないといけないところだと思うんですところどころやっぱ受け身でね 危ないっていう感じるところはあったんで、まあ、そこのところをしっかりとトレーニングしていくっていうとこなのかなと特にスタイルズ・クラッシュは受け身がすごく難しいと思うしちょっと間違えたら怪我する大技なんでその大技を、まあ、通常のシリーズで、えー、もう2試合連続ですもんね使ってるって形になってるんでまあ青野選手が本当にこのアクトレス勢の中で1、まあ、歩2歩 出てるんだろうもう元々エースって形になるんでででしょうけどねでメインですよねまああの桜井選手の奮起っていうところが最初未来選手だから未来作ですよねスターダムの時でも後手そのリーグ戦で出てましたしで野崎野崎駅には触れなかったですねさすがに野崎駅駅じゃなく渚だよっていうのに。 野崎選手言うのかなと思ったんですけどあ最後一言言いたいっていうのがあった時は石川選手をまあだから後楽園ですよね、えー、シングルで指名するっていう形になるのかなっていうふうに思ったんでまあねサリーはやっぱえげつないですよね人の心を折りにいくレスリングですからねジュリーやっぱねジュリアでも恐ろしいっていうふうに岩谷とかすごいなーって改めて思った両国でね ジュリアが手の怪我が治ってでそれでサリーとやったらもうとんでもないことになるんじゃないですかね本当にどっちからレスラー人生終わるんじゃねえかってそれぐらいの,の試合になるんじゃないのかなって僕は結構思っててで未来とねサリーもまあどうですかね未来サリーで未来選手の身体能力の高さとかとんでもないんでうーん未来選手が 団体ののトップになるっていうのは大きいし、まあ、スピードもありながらパワーもあって体をちょっと絞ってったってまた今戻してるって言ったんで未来選手はヒーローちびっ子たちのヒーローになりたいからパワーファイターはたくさんいるから動きで見せるっていうのをしたかったと思うんだけどこの曲ミライダーはきくなかったですもんね。えー、未来選手はこう 器用な選手ですからね。で野崎選手がそんなにこう貴婦人と絡めてなかった。途中でも結構ありましたけど、だからもうね。貴婦人が最初出てで、それで未来に変わってで、それで貴婦人が出てあ、もうちょっと本当も未来のままでいいのいいなと思った時、結構頑張ってましたよ。あ、こんだけ受けて受けて攻めてっていう風になって、やっぱ盛り上がりまして。だそういう意味では。 最初打ったみたいに、まあ、観客も「求人頑張れ桜井健や,やり返せ!」って言ってたのは、えー、石川選手と桜井選手がいかにこう奮起できることができるかといかにお客さんに応援されてそれに期待に応えるか、まあ、それでもちろん勝ってほしいですよ、まあ、早めに結果を出してほしいなっていうふうに思いますけどやっぱそこのところがあるとやっぱ絶対プロレスマリーゴールド ポレス界全体がが盛り上がるるななっていう風になるんでこれでねずっと結果出してないとサ団ンのとあるレスラー系でなんかこう負けがネタみたいな感じになってるともう最悪なんでもうほんとそれだけは勘弁してほしいんでそうならないためにも観客を応援してその期待があるんでそこに食らいついて勝利を手にしてやっぱ最初ジュリア選手が打ってたみたいに声援っていうのはものすごいパワーになるとこの手を折れてたけど。 あ,あと20分サリーとサリーしかも相手サリーとボジラですからねこれバチバチでやれたんだよファンの声ってファンの声ってありがてえんだよってもっとたくさん声出してみんな応援してくれよって形でだなんていう風に言ってほしいかとかっていうのももっとあるといいかもしれないですけどね一番声援受けたのはボジラでしたからねそういう意味で言ったらだからね本当面白いだからスター今 1>, 1週間経って20日からなんで今日が26ですからレッスンユニバースが1週間無料なんですよ。だからそこで無料だけで終わらないで、まあ、継続してみるって人がやっぱ増えてほしいなっていうふうに思うしでマリーゴールド面白いから他のレスリングみたいなまあ女子レスリングを見たいっていうふうになると思うんですけどその時に無理してスターダムを見ようまあそれもそれで嬉しいんですけどスターダムを見ようよりは マリーゴールドが面白いだったら、正直東京女子も面白いんですけど、まあ戦場が面白いなと僕は思ってるんで、ぜひですね、マリーゴールドを見て、えー、こういうバチバチのレスリング面白いんじゃなってなった時に、まあ東京女子がこう結構有名だと思うんですけど、東京女子はちょっと、そう、バチバチの試合もあるんですけど、ちょっとコミカルなところがこうあって、ストーリーを,を紡ぐのにちょっと時間がかかるんで、それよりは戦場をね、見てほしいなと。 戦場ですね戦場が好きな人はマリーゴールドが好きになると思うしマリーゴールドが好きな人は戦場を好きになると思うんで、まあ、多分ねそうだったマーベラスとかもねあ見たいなっていうふうに思うんですけどマーベラスはまだレッスンリーバースに入ってないんでぜひねあのマリーゴールドを見てちょっとプロレス興味あるなった方はあ女子なら戦場、えー、男子ならノアだと思うんであしかもそれレッスンリーバースに加入してたら見れますからね。 ほわざわざ他の団体とのところに加入しなくても見れるんで、まあ、そっからどん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 その広げていって違う団体をこう見ていって自分の、えー、好きな選手だったりとかでそっからいろんな団体見ていくとシュープロを読むのが楽しみになりますからねこうシュープロあこの試合こうだったなとかいろんな団体見てると今日今週の。 発売のシュープロの表紙ってどれになるかなって予想するのが楽しかったりとか、ああ、この時のこの写真こうだよなって、で、こういろいろ書いてて、いや、本当はこうじゃなくてこうなんだけどな、伝わってねえな、みたいな、悔しいな、自分の推しの選手がもっと大きく取り扱ってほしいなとか、表紙になってくれたら嬉しいなとか、なんかもっと頑張れよっていう風に思うよな、みたいな、なんかそういう風な、 ところまでになるんだからプロレスをまあ単純に視聴して楽しむそれもそれでありなんですけどまあそこからさらにはまっていてお金をかけずに楽しむっていうのは僕はとても大切なことだと思っているんでレスユニバースを見てレスユニバースで一番いろいろな団体見てそれでシュープロを見るっていうのでもう本当大きくねプロレスライフが変わるんでまあそこのところそれこそレスユニバースの1週間無料次の契約に必要なピースって そういう意味で言ったら石川選手、しっかり桜井選手なのかなというふうに思ったりしてるんで、えー、本当に、ね、最高の大会だったんで、またね、えー、夜の大会もありますので、えー、選手には今日も本当に怪我に気をつけながら、えー、自分のやりたいことをしていく必要があるなというふうに思いますし、やっぱメインに上がったら結構マイクで喋るタイミングがあったんで、やっぱそれはすごくいいなって思うんですよ。スターダムの時はこう、マイクで喋る人が固定されてたんで、だから柚きも自己主張することもなかったですから、 ほとんどだそういう意味ではどん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 リングで上がってマイクで視聴するっていう機会を増やせばいいですし石川選手もリングに上がってマイクを主張するっていう機会があんまりなかったと思うんでだから今回のサリー選手に言われましたよねビビってるやつに興味ねえよって。だから今後 同じステーションがあったらもう石川選手がバーって言って「おい」って,ってもうガンガン言ってくれりゃあいつすからもう全然そんな遠慮しなくてもその3連敗であろうが4連敗してようがですねもう貪欲にマイクに食いついてどん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 、あのー、リングの上で表現してもらっていただければとそしたら僕らも「頑張ってんな」ってあやっぱそういう行動に、えー、心がね揺さぶられるんで、えー、夜の部も楽しみでございます。